はい、こんにちは。2020年3月18日、ウェブ朝倉学校第13回の後半です。前半で、サイコロとかカードとかの確率、場合の数の問題ありましたけど、それを、まあ、高校でどのように考えるかということを学んでみましょう。それでは。はい、高校では、順列と組み合わせという考え方が出てきます。それでは、まあ、さっきの確認ですけど、大小サイコロ振った時の目の出方を、の数はということで、で、さっき6枚カードで言いましたけど、これ6枚カードで出した数をもう一回戻していいという約束にすると、実はサイコロ2回振ったことと同じことになります。で、だから6枚のカードを2回引いて1枚目を落とさずに1回目2回目に出る数の、場合の数と3回連続引いた場合とで、2枚同時に引いた時の数というふうにいろいろ考えてみましょう。それでまあいろいろ理論があるんですが、まあここからいきましょうか。これ本当に入門編ですので、まあ、高校ではこんな考え方をするということを言っていただければと思います。6個のものから2個取った重複順列ということは繰り返しを許して、OK ということですね。これ、まあ、π という記号を使うんですけど、あまり、まあ、これあんまり使わない方ですけど、π の6、2ということで、6×6、これはサイコロを1回振った時の目の大きな目と小さな目の、サイコロの目の出方36通りです。でサイコロを3つ持ってきて引いた場合には大きな目、まあ、中ぐらいのサイコロと小さいサイコロを持ってきたとしたら 6×6×216 通りの組み合わせになります。で、N 個のものから R 個取った重複順列ということは繰り返し許されるということですから、これは N の R 乗ということになります。それでは次に6個のものから 2個取った順列というのはこれがカードなんですね。カードで戻さないカードです。6個のものから1枚目取ります。例えば5が出たとしますね。でこれを、5が出て この最初の出た時のカードは6枚のうちのパターンがありますので6通りあるんです。でも2枚目のカードはもう残り5つから選びますから 6×5 ということなんですね。でこれを例えばこの順番に並べると54という順番になりますね。でこのように、1枚目引いたカードを並べ、まあさっきと逆になっちゃったか、1枚目引いたカードを並べ2枚目を引いたカードを次に並べる時のその、場合の数は、順列と言いまして30通りということになります。で3枚取った時には1枚目6個取れたのが 6通りあったのが2枚目を取るときは5通りになり3枚目取るときには残り4通りになりますから 6×5×4 ということになります。そして、6個のものから6個を取ると、まあ、最初6通りあって次1枚引いてしまったんで5通り次1枚引いてしまったんで4通りでその次、もう、まあ、あと3枚しか残ってないんで3通りでもう1枚引くとあと2枚しか残ってないで2通りで最後は1通りしかありませんのでこういう計算になります。でこのように6から順番に1までかけていく順にかけていくのを階乗という記号で6のびっくりマークですね、強調マークで示しまして、これ720通りということになります。でもっと一般式で表すとこういう形になります。それでは次に6個のものから 2個取った組み合わせということで、ちょっと組み合わせという言葉がちょっと出てきまして、コンビネーションという言葉なんですが、ちょっと難しくなるので、ちょっと具体的に、まあ、この今言った、いいですか、重複順列というのと、順列というのと、組み合わせという3つの考え方を、整理していきたいと思います。で例えば2桁の数を作りたいときにサイコロで大きい目の大きいサイコロを10の位で小さいサイコロ1の位でやりますと例えばこう振りますと
これは大きい目の数が 2で、小さい目の数が3ですから23ですね。それからもう一回振りますと、今度25、もう一回振りますと63というふうに、いろんな数ができます。でちょっとまだなかなか出てこないけど、例えばこの目の数の場合はうまく出てこないかな、ゾロ目が11が許されるんです。11というのが許されます。11というのが許されますので、このそのこれピントが一度話しちゃうとピントがなかなか合わないですね。ちょっと待ってください。あれ、あ、合いましたね。大きなあのサイコロを10の位として小さなサイコロを1の位とすると、最初にやったサイコロ2つのように36通りの、あの数が出てきます。36通りの数が出てきます。その次にカード2枚引いて作る2桁の数について考えてみましょう。でカードを1枚ずつ2枚引くという形で考えますと、どういうことになるかというと、例えば1枚目カード引きますね。1枚目カード引きます。4ですね。あ、これ4ですね。で2枚目カード引きます。45ということで、この場合ゾロ目が許されません。この11とか22はありえないですね。1枚カードを引いたやつは戻さないので、そうするとこのゾロ目のところが抜けて、1回目が6通りで2回目は5通りになるので、このゾロ目が抜けた36から6が抜けた30通りということになります。次、今度は組み合わせという考え方なんですが、ちょっとこの順列という考え方で言うと、例えば1回目5を引いて2回目4引いた時に54という数字ができます。それと1回目4引いて2回目5引いた時には45という数字が出てきます。でこの54というのと45は別の数ですよね、とみなせるんです。でこういうふうに順番、1回目引いたものと2回目に引いたものの順番を重視する考え方が順列と言いまして、そうすると例えば12と21は別の意味になりますから別にカウントします。でところが今度組み合わせという考え方は何かというと、6枚のカードのうちから2枚同時に引いちゃうんですね。順番無視して同時に引くと、ですと1人ペアが出たとか、次はまた1、2が出てしまったけど、例えば2つ同時に引いた時に3、6ペアが出た。これ別に6、3でも3、6でも組み合わせとしては一緒ですので同じものとみなします。でそうするとこの36マスのうち30マスのうち、まあ、ゾロ目はダメなことは、もう順列と一緒なんだけど、12と21は同じ意味だとみなしますので、ペアは一緒だというふうに見ますと、実はこの15通りだけなんですね、という考え方になります。でそうするとそれぞれ、こういう形、もう一回整理をすると、ゾロ目が許される場合が36通り、まあ、2個の今日のところは 2個でいいでしょう。その2個連続同じものが許される場合には 6×6 36通りで、2枚カードを順番に引いて1回目を戻さない場合には1個減りますので 6×5 で30通り、これが順列です。順列です。でそして6個のものから2個引いた時に2個取った時には、同じものは1、2のペアと2、1のペア同じとみなしますので、それはさらに2で割って15通りになります。例えば3つ引いた時には、まあ、6個の中から同時に3つ引いたとき考えましょう。まあ適当に引きますよ。 6枚のカードのうちから3枚適当に引きます。で順列の場合には、まあ順列でまず引きましょうか。 5と2と4ですね。で順列の場合には今5と2と4という順番で引いたことと、例えば同じカード引いても4と5と2と引いた時には別のものとみなすんですね。ところが組み合わせの場合には、
452も254も全部同じとみなしますので、順列で出した数からそのこの中の並びは実は三角この中で並びを考えてくると、あの1枚目に3、2枚目に2通りで、3枚目が1通りになりますので、この数ではありまして20通りということになります。ということで、ちょっと3桁まであると難しいと思いますので、まあ、当面入門編としてはこの話ですね、はい。この今日は重複順列、重複順列と 順列と組み合わせの違いが、はい、重複順列は繰り返しが許されるから 6×6 通り2桁で、で順列は、順番に2枚ずつ引くけど繰り返しが許されないので 6×5 で30通りで、組み合わせは、1、2ペアと2、1ペア同じだとみなしますので、この片側だけで15通りというふうに、その母数とする数が、あのその考え方によってどういうふうに取り出すかによって、変わってくるというのが確率とか場合の数の計算の基本に、基礎に高校ではなっていきますので、まあ、中学の、終わりの高校入試問題でその入門編が出てると考えていただくと、まあ、高校ではそれを発展して学ぶというふうに考えてください。はい、ということで、ご清聴ありがとうございました。それではまた。